Konami Sports. ベルマーレ対セレッソ、この放送は解説に津波聡さんをお迎えしてお送りしてまいります。津波さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始です。キックオフ、エンドを紹介しましょう。右にエンドを取りますのはセレッソ、そして左にエンドを取りますベルマーレ。大きく縦、堀バックパス、細かくつなぐ、クラウジオ、ミキ、投げるか、入れてきた、ヘッドだ、取れない、コーナーキックに変わります。絶好のチャンス到来。ダイレクト、思いっきりいいシュートでしたね。ゴールキックに変わります。開始から1分。津波さん、両チームのここまでの動きはいかがですか？そうですね、いい動きをしていると思いますよ。そうですか。さあ、ボールはリカルジーニョ、そして森山、船越、チャンスだチャンス、ゴールライン際、必要なマーク、ここは戻します。細かくつなぐ、依然として両チーム無得点。このドジュンユン、高田、つないでクラウジオ、2分を過ぎました。細かくつなぐ、
粘る。ロジュンユン、真中、小野、堀、バックパス、細かくつなぐ。高田、そこから小野、ロジュンユン、堀島、ロジュンユン、奪った小野、リカルジーニョ、森山、チャンスだチャンス、中へ入れた、合わせた、危ない。石川、真中、シュートの体勢に入るか。掛川、素晴らしいディフェンス、タッチラインを割りました。セレッソスローイン、上げるか、シュート、ゴールラインを割りました。ゴールキックです。真中、依然として両チーム無得点。バデア、高田、セレッソ、なんとか逃れました。残り1分を切っています。クラウジオ、そしてミキ、堀、細かくつなぐ。森山、内田、つないで、おっと狙ってきた、リカルジーニョ、小野、細かくつなぐ。森山、ファンソンホン、さあロスタイム、打った、飛ばした、どうだ、ランチング、さあコーナーキック、ここは注目しましょう。そこから森島、クラウジオ、リカルジーニョ、西澤、そしてファンソンホン、ファンツー、バデア、細かくつなぐ。最後のチャンスとなるか、ゴール前へ折り返す。ここでボールはベルマーネ。前半戦終了です。後半戦開始です。さあ始まりました、ベルマーレ、まずは攻め込んでいこうというところ。バデア、左サイド、小野、先制のチャンス、中へ入れた、待っているのは船越、合わせた、弾いた、
真中、ロジュンユン、細かくつなぐ、竹川、ベルマーレ、ゴールマウスに寄せつけません。つなげた。このあたりは本当に正確ですね。正確ですね。西澤、三木、奪った。バデア、小野。この放送は解説に津波聡さんをお迎えしてお送りしています。津波さん、ここまでどうですか？そうですね、いい動きしてると思いますよ。そうですか。さあ、ボールは石澤、そこから森島、バデア、ロジュンユン、西澤、つないでファン・ソンホン、竹川、素晴らしいディフェンス。タッチラインを割りました。セレッソ、スローイン、高田、投げるか、いいボールだ。先制のチャンス。これはラインを割っています。ベルマーレ、スローイン、チャンスだ、チャンス、上げた、ヘッドだ、こぼした、そして両チーム無得点。クラウジオ、そしてミキ、3分経過、高田、内田、森山、上げるか、今のつながればチャンスだったんですけどね。そうなんですね、これがつながると違ってくるんですけどね。森島、そこから西澤、細かくつなぐ、船越、何かこう攻めきれていない様子。ベルマーレ、もうちょっと攻撃に行ってもいいと思いますよ。そうですか。そしてここから、この先制のチャンス、入れてきた、ヘッド、ヘディングがパンチでクリア、ヘッドだ、ゴールラインを割りました。ゴールキックに変わります。内田、大きく縦、森島、つないで、ファン・ソンホン、クラウジオ、高田、バデア、高田、クラウジオ、そしてミキ、堀、細かくつなぐ、森山、チャンスだ、チャンス、ここから行った、ファン・ソンホン、打った、こぼした、追い返す、決まった、セレッソ待望の一発、
ロジュニオ決めました。大歓声がスタジアムを包みます。リプレイをご覧ください。さあロスタイム、森山、チャンスだチャンス、おっと狙ってきた、ここからいった、バレア、ミドルシュートを積極的に打っていきます。ゴールキックに変わります。ハンソンホン、ゴールライン際、ここで長い笛、試合終了です。ベルマーレ勝利ならず。この放送は解説に津波聡さん、実況は私清水大輔でお送りしました。津波さんどうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さんまたお会いしましょう。こちらジュビロ磐田スタジアム、ジュビロ対ヴィッセル。この放送は解説に津波聡さんをお迎えしてお送りしてまいります。津波さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ間もなく試合開始です。前半戦キックオフ。さあ注目の立ち上がり、ジュビロまずは攻め込んでいこうというところ。古賀、先制のチャンス入れてきた。キムドフン、ここは戻します。古賀、鈴木、ナナミ、繋いで奥、長島、ワンツー、うまいですね。大神、ジュビロ厚い守りです。チェソンヨン、そこから阿部。これ津波さん立ち上がりいかがですか。そうですね、若干緊張してるかなっていう感じがしますね、はい、そうですか。そしてここから細かくつなぐ、シュートの体勢に入るか、打った、ヘッド。開始から1分、藤田、古賀、
福西、ここは戻します。おっと、ここでキムドフン、ハソッチュ、長谷部、ワンツー、そして先制のチャンス、いいボールだ、ヘッド、危ないところでした。これはラインを割っています。ヴィッセル、スローイン、奥、服部、先制のチャンス、上げた、ヘディング、ゴール前、こぼれ球、クリア、七海、2分を過ぎました。左サイド、服部、チャンスだ、チャンス、ゴール前へ折り返す、待っているのは高山、ヘディング、ジュビル、オーナーキックをゲット、絶好のチャンス到来。素晴らしいディフェンス、依然として両チーム無得点。上げるか、ゴールライン際、中には高原、ヘッド、こぼした、ゴール、ジュビロ先制、中山歓声に応えます、サポーター狂喜乱舞。リプレイをご覧ください。ここは戻します。長谷部、左サイド、吉田、おっと、ここで長谷部、阿部、ヘッド、中山、奥、左サイド、服部、追加点のチャンス、素晴らしいディフェンス。3分経過、長島、ワンツー、服部、チャンスだ、チャンス、中へ入れた、奥、福西、細かくつなぐ、追加点のチャンス、打った、クリア、ヘッドだ。キムドフン、ヘッド、バックパス、古賀、藤田、残り1分を切っています。高原、ここから行った、キムドフン、ヘッド、ブノベ、チェソンヨン、つないで長島、あとホイッスル、どうやらこれは演技とみなされました。イエローカード、長島、かなり熱くなっています。右サイド、古賀、福西、追加点のチャンス、ゴールライン際、いい位置に上げてきた、あと笛が鳴りました。中、右サイド、古賀、さあロスタイム、細かくつなぐ、長島、どうだ、危ないところでした。藤田、古賀、
ラトッチ、そしてティムドフン、ワンツー、左サイド吉田。前半戦終了です。後半戦開始です。さあ始まりました。リッセル、まずは攻め込んでいこうというところ。チェソンヨン、右サイド、ウノベ、ワンツー、危ないところでした。古賀、吉田、細かくつなぐ、古賀、大神、大きく立て、あとホイッスル、ジュビリフリーキック、壁が立ち塞がります。開始から1分、七海。この放送は解説に津波聡さんをお迎えしてお送りしています。津波さん、ここまでどうですか？そうですね、いい動きしてると思いますよ、はい、そうですか。さあボールは長島、そしてキムドフン、シュートの体勢に入るか、打った、ゴールラインを割りました。これはゴールキック。奥、服部、追加点のチャンス、ゴール前へ折り返す、ヘッドだ。長谷部、2分を過ぎました。ここで仕掛ける、今のつながればチャンスだったんですけどね。そうなんですね、これがつながると違ってくるんですけどね、はい、縦、点差は1点。後ろからのボールをチェソンヨン、つないでハソッチ、バックパス、細かくつなぐ、出した、服部、細かくつなぐ、七海、粘る、服部、上げるか、入れてきた。リッセ、ゴールマウスに寄せつけません。大波、タッチラインを割りました。リッセル、スローイン、藤田、3分経過、七海、そこから奥、細かくつなぐ、鈴木、七海、左サイド、服部、鈴木、そして田中、土屋、吉田、つないでハソッチ、細かくつなぐ、長谷部、中山、14番、残り1分を切っています。
取り、追加点のチャンス、長谷部、貝本、クリア、福西、そこから高原、あとファールです。ジュビのフリーキックです。絶好のチャンス到来。ここは面白い位置ですね、十分狙っていきますよ。さあここは注目しましょう。パンチング、大きく立て、フリーキック、ここは注目しましょう。藤田、高原、シュート、短期でクリア。これはラインを割っています。ジュビのスローイン、チャンスだチャンス、ゴールラインを割りました。ゴールキックに変わります。ここは戻します。チェソンヨン、そして長島、服部、ナナミ、奥、服部、最後のチャンスとなるか。ゴールライン際待っているのは高原、決まった。ジュビロ追加点、高原決めました。スタンドが大きく揺れる。リプレイをご覧ください。ここは戻します。長谷部、あっとここでホイッスル、試合終了です。ジュビの勝利です。この放送は解説に津波聡さん、実況は私清水大輔でお送りしました。津波さん、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さん、またお会いしましょう。